Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。サルです。さあ、サムネイルとタイトル通りスクラッチ宝くじをやっていきましょう。河口湖でね、私が釣りに行った際に真っ白い縁起のいい鯉を見た時に非常にね、釣果が良かったと。まあ、その帰りに買ってきた宝くじがこちらになります。ちびまる子ちゃんスクラッチ宝くじですね。さあ早速見ていきましょう。ただここで一つ、まあ、都市伝説的というか風水的なものを、ちょっと取り入れようかと思いまして、この手相のちょうどここのライン、まあ、両手いいんですけど、ここのラインが縦にスッと入っている人はギャンブルに特化した線だよと、一発当てる可能性があるというふうに聞いています。でこの手相なんですけど、もう韓国では手相を整形したりするっていうこともやってる。こちらインターネットの情報とか YouTube とかの動画を見て、これなんかマジックでその日だけの運気を高めたい人は書いてもいいらしいんで、ちょっとマジックで一線入れてから削りましょう。っていうか入れてから買いに行った方が良かったんだよね、本当はね。まあでもまあ弦を担いでね入れてみましょう。二重線になっちゃってるからやばいかな。だね。で薬指のところから出ている下に伸びる線がこれ金運線だそうです。これねちょっとね最近濃くなってきたんだよね、それが。なんでまあここにギャンブル線を入れて、それでは行きましょうか。本当なんかこう外に跳ねた方がいいのかな、こんな感じで。まあまあまあこれでいいと。でさらに言うと、私の動画でもあります金運アップ、金の1万円札も用意しました。そして金運アップうんちも用意しました。こちらの動画の方は、私の、動画の方にありますので、まあ、概要欄に貼り付けていませんが探してみてください。それでは早速スクラッチやっていきましょう。3000円分1枚200円、15枚、合計15枚のくじを削っていきましょう。まず1番目からいきましょう。さあ行きますよ。この1万円の金の1万円の上で削っていきましょうか。新幹線が3つで1等5万円。カメラ3つで5000円。弁当3つで1000円。水筒かな、これお茶かな、お茶が3個で200円という形になります。行きましょう。さあ、それでは削っていきましょう。まあね、2000円分買えば必ず200円は当選する割合らしいです。さあ、行きましょうか。まずは1枚目。削っていきます。チュッ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 、上から削っていきましょう。弁当、電車が出ましたね。さあ、電車リーチ。電車リーチ。いきなり5万円リーチ？どうだ？弁当？弁当リーチ。弁当は1000円か。はい。外れですわー。1枚目は外れです。11枚目です。いきます。水筒、カメラ、水筒、これは200円当たりそうじゃない？電車、水筒、200円ゲッツ。まあ、これは本当に10枚買えばね、1枚は200円が返ってくるような、そんなキャッシュバック的な当たりですよ。はい、200円です。弁当、キャメラ、外れ！すべての弦を担ぎましたが、200円になりました。3000円が200円になって、2800円のマイナスでした。宝くじは夢があっていいですね。ワクワク感を2800円で今回購入したという動画になりました。以上、スペースモンキーズ TV の200円当選動画でした。ま、ある意味金つながりだな、こりゃ。